的な流れだと思っていた私が甘かったです。結論から言うと、私がすっごく怒られました。タイムは今回部屋にいたメンバーが悪かった。淫乱天使、私は言ったよな。帰ったらすぐに召喚すると。なのになんで風呂なんか入ってんだ。バカか、無駄にでかい乳つけやがって。嫁は関係ないでしょ。あのね、私ついさっき一緒にお風呂行こうって言って断られてるの。わかる？わからないわよ。わからんな。知らんかな。とりあえず、今日みんな服着たらダメ。そもそも失礼な話だよ。この人の裸は見るくせに私の裸は見ない。私の裸はそんなに見たくないのかって。絶対に私の方がスタイルいいもん。そっちなのね。え、両裸？待って、それはさすがに。精神年齢小学生だとは思ってはいたが、まさかここまでとは。とりあえずお風呂一緒に入るよ。肩も強制。はあ、カオスだ。すっぱだカーニバルだ。どうしよう。はあ、悪質な契約をさせられるわ。専属神の子に張り合われるわ。裸は見られるわ。私うまくやっていけるかな。結局あの後、主様命令で専属神の子の暴走が収まって服を貸してくれたのは良かったけど、主様も変な召喚方法をしたから24時間なぜか、ミガドルエデンに帰れないんだよね。はあ、大変そう。おい、ゲッカー、おっかよー。おお、二人とも元気じゃのう。若い子が元気にはしゃいでる姿を見ると心躍るわい。今の席はあの二人と大差ない肉体年齢なんだからね、忘れないでよ。結果よ、そうは言っても千年も生きた鳥じゃよ。そう簡単には若くはなれんて。地雷臭するからあえて何も言わない。おはよう、大会では敵同士なのに呼んでもらって悪いわね。それを言ったらみんな敵だよ。みんなが勝ち上がれば必然的に当たるんだから。結果ちゃん、横の人は、誰だと思う？ってことは私たちの知り合いってこと。こんな可愛い子、見たら大体覚えてるけどな。ほうほう、老いぼれも長生きしてみるもんじゃのう。まさか赤子の時から面倒を見ていた王竜の娘様に可愛いと言ってもらえるとは。え、声優の娘、お主も相変わらず引っ込み思案じゃが、せっかとはうまくやれておるかのう。その喋り方、その声、まさか、スザクバーの。スザクバーじゃないだろ、カナ様。大体、力強いよ、スザクバー。ほうほう、ちょっとは成長したかと思うたが全然のようじゃのう。スザク、もしくはスザク様と呼ぶ。礼儀は淑女のたしなみであり、式王としての作法を常に心得よと教えたはずじゃがのう。痛そう。ちなみに今のわらわはスザクじゃのうて、赤底精神鳥、お主らと同じように進化したのじゃよ。じゃからスザクではなく、わらわの本名である赤の方で呼ぶんじゃぞ、よいな。わかりました、赤様。カナ様、ご返事は？はい。それじゃあ今日の鍛錬場に案内してくれるかのう。懐かしいわね。私も小さい頃よく敵に頬詰められてたわ。まあ、今の敵の方が力上がってるから間違いなく痛いと思うけど。この先でございますわよ。ほほほほほほ。あのカナちゃんがちゃんと言うこと実行してる。何か違和感しかないけど。まだ言葉遣いと作法はまだまだじゃのう。ほれ、月下、遅れたら皆さんに迷惑がかかる。わしらも早く向かうのじゃ。そうね、行きましょうか。ここでございまする。この扉と別空間を我が輩の時空支配で繋げておりやすので、どうぞ入り上がれください。案内ありがとうのう、カナ様、吐く。いえいえ、心の奥底から深々と感謝しやがれほどでもないですよ。カナ様、これが終わったらちょっとお話が。ごめんなさい、冗談ですよ。やだな、石炭はもう、あははは。たく、昔からお調子者じゃったからのう。まあ、今回はいいわい。それじゃあ終わったら連絡するわね。時間使わせてしもうて悪かったのう、二人とも。はい、頑張ってくださいね。お気をつけて。へえ、すごいわね。これが次元支配か。さすがカナ様、実力は以前の王竜様よりはるかにお強くなっておられるのう。それで私たちはどうしたらいいのかしら。パトとか昨日の寝るって人はいないのかな。嘘でしょ。神様。あ、なんか声が聞こえた。行きましょう。神、それは冗談よね。残念ながら本当、ミエルは本来の契約に必要なオーラを得るまで、ミガドルエデン、の展開に帰還することを禁ずる。そしてネルは悪質な方法で契約を促したということで、私に何かしらの罰を与えよと、レイアポストール、序列1位の王、ゲールから申し分が来たから。とりあえずこの大会が終わるまで、ミガドルエデン、に帰還することを禁ずるってね。ってね、ではないだろうしん、私が、ミガドルエデンに帰らないと神羅万象、核、が使えないぞ。まあ、まだ私たち6人いるし、それに大会では使わないし、使えないんだからいいんじゃないかな。ネルも主様の近くにいるの好きなんだからいいじゃない、勝ち休暇だと思ってね。私は勝ち休暇どころか今のペースだと約14万年は帰れないよ。
14万年、100万オーラだったら約3000年でいけるだろう。ああ、それもケールが怒ってる原因なんだけど、ミエルちゃん偽ったわよね、契約オーラ数。バレてたんだ。偽る、本来はいくつ必要なのだ、ミエル。5000万オーラー、だよね。はい、その通りです。そんなに偽ってたのかミエル。ということは5000万オーラを2000オーラで契約。ふ、さすがは私と言うべきか。そうね、全部あなたが原因ね、ネル。ということで処分はそういうことで。シンももっとしっかりしろ。ヘブンズハートの王だろ。他の王の言いなりになんかなるんじゃない、まったく。ごめんね、でも今回はミールちゃんが絡んでるから。ミール、自身から咎めない代わりに各々の責任者にリークしたのか、あの昭和ルメ。ミールなりに気を使ったのでしょう。一応ミールはレイナシオンだから。まあいい、結果が来た、面倒を見てやってくれ。待たせて悪かった。あとはそこの二人に任せてあるから時間ギリギリまでぜひ我々の技術を得得してくれ。わかったわ。有意義に使わせてもらうわ。それでは私は寝坊している主様を起こしに行く。月下様、お初お目にかかります。私はヘブンズハートの長を務めています。能力の究極系、シンと申します。私は式月下。今回私のために来てくれてありがとう。いえ。ミガドルエデンの創世女神様の協力ができるのは私としても光栄です。創世女神様、この人が、どういうことかしら。詳しい内容は特訓が終わったらお話しします。まずは月下様の能力について聞きましょう。そうね、席、私の体内に戻って。わかったのじゃ。神水霊、これの使い道をもっと教えてほしいの。素晴らしい。本来あなたの中にあったミガドルエデンのもと、神水霊を我が物としているのですね。力の方向性はミールに近い、もし極めればミールに近い存在になるかも。わかりました。その世界そのものと言える力、我が能力の究極系の名にかけて今以上に開花させましょう。お願いするわ。こうして7、8、9の3日間かけてメリア除く専属新メンバー5名と月下、6名とヘブンズハート6名によるマンツーマンの特訓が1日2人ずつ行われた。7日は月下とヘブンズハート、つい、能力の究極系、の新。あと、月下とヘブンズハート、そう、守備の究極系、ベル。8日はことかとヘブンズハート、愛、治療の究極系、ズラが入り。ハクとヘブンズハート、サイ、ムの究極系、ウルが鍛錬を行った。9日はカナとヘブンズハート、オウ、無限の究極系、のノラ。最後にソフィアとヘブンズハート、トウ、理想の究極系、フラが鍛錬を行った。俺は3日間かけて、ネルとコーチとしてメリア、マネージャーとしてミエルの3人体制で大会までの時間を過ごした。そして時は父さんたちが東京に到着した7月9日まで飛ぶ。大会前日、役者が全員揃う。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。